Willkommen zurück zu Tales of Berseria. Wenn euch das Video gefallen sollte, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und abonnieren nicht vergessen. Wir sind hier auf Titania, machen jetzt das letzte Ausrufezeichen hier und werden uns dann... Stimmt, wir müssen nach Hellavest und dann nach Norden, denn dort soll wohl wieder ein größerer Erdenpulspunkt sein. Dementsprechend eventuell auch wieder ein Therion. ヘラビーサへの届け物は全て積み込みました。あれだけ積めば疑う人はいないでしょうね。新しいボラードに心当たりはあるか。どこの誰ってのは分かりませんけど、最近はヘラビーサの漁師の羽振りの良さが目につきますね。漁師か。救援物資に燃料と浸水を多めに入れておけ。浸水は琥珀浸水の12年ものですよね。ヘラビーサの船乗りは 琥珀浸水に目がないそうで。ダイルの情報か抜け目ないな。情報量だと1本持ってかれましたけど、大目に見てやってください。みんな、なんだかんだで一目置いてるんです。2本目を持ち出したら、大目玉だと伝えておけ。はい。こっそり抜かれないよう、目を光らせておきます。 Jetzt glaube ich, weiß ich, wo wir hingehen. Beim letzten Mal hatte ich ja so eine Vermutung, wo es hingeht, aber da bin ich anscheinend falsch. Hellavest ist, glaube ich, die Stadt mit dem Schnee, wo wir auch gestrandet sind, als wir von Titania geflohen sind, wenn ich nicht falsch liege. Und dort im Norden war dann auch eine, so eine Höhle, sage ich mal, wo wir auch nicht rein konnten, da dort nämlich auch Exorzisten standen. Und ich glaube, da sollte es jetzt hingehen. Wenn ich nicht falsch liege. 物資は積み込んだ。いつでもヘラビーサに行けるぜ。早いわね。働き者じゃなきゃ船乗りはやってられないからな。 どうしたの、モアナ。それが母ちゃんの夢を見たんだってよ。 泣かないで、モアナ。 気が済むまで泣かすしかないのよ。理屈じゃないんだから。ずいぶん慣れてるんだな。まあね。うちのラフィーはしっかりした子だったけど、それでも小さい頃は時々こうなったから。さあ、今のうちに出発するわよ。殿下、ダイル、 Irgendwie war das süß, also traurig und süß. Ah, genau, ja, stimmt, da gehen wir hin. Dort haben wir auch noch eine Sidequest für den Trank, ne? Dürfen wir auch nicht vergessen. Ich glaube, das werden wir vielleicht zuerst machen. Moana, また泣いていないといいけど。Eleanor,
いつになったらテレサ様の代わりの大魔師様が派遣されてくるんですか。近頃は町のすぐ近くまでゴーマが出て不安でたまらないんです。お察ししますが、我々は別の任務でノースガンドに来たのです。前に来た大魔師様も同じことを言って北に行ってしまった。一体北に何があるって言うんです。まさか聖霊はメディサの剣で私たちにも罰を与えているのですか。そのようなことは。任務がありますので失礼。大魔師が町を素通りして北へ向かっている。妙ね。Okay, hier wären wir. Wir schauen natürlich auch noch Ausrufezeichen. Wir haben... Oh, wow. Okay. Wir haben hier 3 Quests. Ja, Auftritt hinlegen wieder. Dann Horn des Einhorns. Ist auch hier irgendwo. Wahrscheinlich aber nicht in der City. Das ist ja woanders, glaube ich. Das ist ja genau hier. Eins über uns. Und wir haben noch Sammle schwarze Nordpuppen. Wo und wie auch immer ich die sammeln kann. Wir werden aber auf jeden Fall Ausrufezeichen abklappern. Da haben wir aktuell nur 1. Das wäre hier in der Taverne. Da werden wir auf jeden Fall hingehen. Ansonsten auch wieder versuchen zu shoppen. Und ja, ansonsten halt der Quest folgen.何でも食らう腕を持った最低最悪の化け物だ。知らないんですか。サイカはここだけじゃなく王国中で暴れ回っているんですよ。姿を見て生き残った者はほとんどいないとか。へえ。サイカに船と港を焼かれたせいで商船組合は解散状態。貿易ルートもよその港に奪われちまった。貿易はこの町の生命線だったのに。町を捨てる人も増えたし治安も悪くなって、ゴーマ病もひどくなっているんですよ。つい最近も小さな子供がゴーマになって。大魔師たちは何をしておるんじゃ。責任者だったテレサ様はサイカに負けて左遷されちまった。新しい大魔師様が何人も派遣されてきたが、ほとんど北にある遺跡に行っちまうんだ。やっぱりメディサがあんなバカなことをしたせいよ。メディサ。よせ、よそ者に話すことじゃない。そうね、本当にどうなっちゃうのかしら。ヘラビーサは以前のヘラビーサとはかなり状況が変わっているようですね。聞き込みをして現状を知るべきだな。そうね、特に聖霊と北の遺跡、それからメディサって女の情報が欲しい。北の遺跡は地脈点かもしれないからわかるが、メディサは何でだ。勘よ、なんか引っかかる。ふん、そういう感覚には従うべきだな。案外生死の分かれ目だったりするもんだ。サイカとやらの情報はいいのかい。結構よ、そいつの癖までもう知ってる。メディサ、den Namen müssen wir uns merken. Jetzt haben wir natürlich mehr Ausrufezeichen. Wieder hier nach den Gebäuden schauen, also Gasthaus wäre schon mal 1. Gasthaus, ansonsten Taverne müssen wir sowieso hin. Also Gasthaus und Taverne. Eleanor-sama, 大丈夫ですか? 市民の言葉に心を痛めてないですか? 大丈夫です。気遣ってくれてありがとう。あ、でも涙フーフーはいりませんからね。では、よしよし、押してあげます。それも結構です。それにしても、ますますすさんでしまいましたね。町は焼け落ち、商船組合は解散、聖霊も事実上の撤退。まともな港として機能するのは難しいだろうな。今まで吸っておった甘い蜜を奪われ気落ちするのも仕方あるまいが、蜜同様甘ったればかりの町じゃ。甘ったれの町。エラビーサはもともと少数の人間が開いた漁村だ。資源豊かな北海での漁業だけで十分商売できる。だが
遠石が発掘され楽に儲かる商売の味を覚えると町の連中はあっさり漁業を捨てた。そのツケが回ってきたと。ですが近年の気候寒冷化のせいで北海の大半に流氷が広がって漁が難しいという報告もあります。流氷が微生物を運んだり溶けて沈んで海水をかき混ぜたりするから漁場は豊かになるんだよ。それはそうかもしれませんが、町を荒らした俺たちが言えた義理じゃないが、楽な道に逃げて文句しか言わない連中は甘ったれだよね。おう、言うようになったな、ライフセット。僕のお腹も甘ったれかも。それはいいさ、生きてる証拠だ。北海の巨大オオイカは今が旬だ。ベンウィックたちに頼んでおくか。うん、あと普通のタコも。サイカって僕たちのことだよね。あちこちで清涼相手に大暴れしてるからな。しかもまた次の騒ぎを起こそうとしていると来た。次のクーマを地脈点から引き剥がせばモアナの村と同じことが起きてもおかしくはない。またあの村のようなことが。サイカの次は何に昇格するんじゃろうの。笑い事ではありません。ゴーマになる人間にも汚れっていう原因はある。自業自得と言えなくもない。だがモアナみたいにカノヌシの口にされちまってるクーマがいるのならお前はそいつを助ければいい。それはそうですけど。あんたは気にしなくていい。結界を食らって手を下すのは私よ。Alles klar. Gut. Ja, dann kümmern wir uns erstmal um die Ausrufezeichen, ne? So wie wir es sonst auch immer machen. Goma domo ga abareta sei de boueki wa tachikirete shimatta na. Ryou o saikai suru mono ga bochi bochi fuete kitoru nda ya. Ojii-san mo ryoushi nano? Saikin wa boueki bakari datta na. Washi ga kodomo no koro no jibun ni wa gyogyo no sakan na minato datta.商船組合がボラードを牛耳っておったから漁師は締め出されたようなものでね。貿易港にすることで町は発展したが組合の連中をよく思っていないものも少なくなかったんだ。貿易も漁業も一緒にやればよかったのに。お金が絡むと途端に目の色が変わる人間というのはいつの時代にもどこにもおって分かっていながらそういう連中に煽られてしまうのも人間なんだよ。復興を機にみんなが考え直してくれればいいんだが、どうなることやら。Okay, wir gehen mal weiter in die Stadt rein. Gut, hier haben wir natürlich auch Hauptstory. Wir brauchen Taverne, Gasthaus, ne? Mal kurz schauen, Gasthaus, Taverne.Genau, mehr haben wir nicht. Ansonsten Hauptquest. Die werden wir so neben, ja, nebenbei mitmachen. Ich möchte ein bisschen eine Geschichte hören, aber... Ich bin jetzt beschäftigt. 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 Ich bin jetzt beschäftigt.大魔師様もご一緒で。ちょうどいい。テレサ様を返してくださいな。あの方がおられた時は、そりゃ管理は厳しかったけど、安心して暮らせていましたよ。なのに今は、フォルディス遺跡にばかり大魔師様を集めて、私たちはほったらかし、善良な市民より、あんな偏僻な遺跡が大事って、おかしいでしょ?ずっと清涼に協力してきた私たちを、何だと思ってるんですか?本当に。よくわかりました。本部に伝えておきます。船乗りに続いて、小さな女の子までゴーマ病にかかって、とうとうこの町でも広まるのかと思ってたけど、その事件の後、パタッとゴーマ病は止まったのよね。伝染病だって聞いてたから、拍子抜けしたっていうか、実際のところ、
大魔病の原因って何なのかしら。そう、でもイーストガンドの方じゃ住民が一斉に大魔病にかかって消えた村もあるって聞いたし、清涼には大魔病に効く薬を作ってもらって一日でも早く安心して暮らしたいわよね。Das wäre schön, wenn wir eine Art Gegenmittel oder so finden würden. Ist aber schwierig, wenn wirklich die Bosheit dafür verantwortlich ist. Und Bosheit existiert ja durchgehend. Also du kannst ja nicht... Ja, mal schauen, okay. Gucken, was die Story noch so mit sich bringt, insgesamt. Hier wieder Medissa. Medissa war... 女で一つで娘のディアナを育てていたんだが、その子が殺されちまったんだよ。殺された？誰に？大魔師様にさ、ディアナが傲魔病を発病して処分されたんだ。処分？かわいそうだが仕方のないことだ。だがメディサは聖霊を逆恨みして聖堂に立てこもったんだ。傲魔にも感情はある！ などと叫んどったが、処刑されても当然の状況だったが、命だけは助かった。メディサを殺そうとした警備を大魔師様が止めたんだ。殺すな！敵豪者だ！と言ってな。敵豪者？聖霊の教えを守るものという意味だろう。もともとメディサは真面目な信徒だったからな。ありがたいおじひね。メディサはディアナを 本当に可愛がっていた。だから取り乱す気持ちはわかる。だが感情よりも大切なのは断りだ。清涼の秩序を否定するなんて許されることではないや。Könnte es sein, dass Medissa die der Therion ist, den wir suchen, beziehungsweise der der Geopunkt ist da oben. Was wollte ich sagen? Dass sie halt der Therion ist, beziehungsweise der Grund für den Erdenpulspunkt hier. Was natürlich Sinn machen würde, weil Medissas Tochter war anscheinend eine Dämonin oder wurde eine Dämonin und wurde dann von der Abtei gekillt. Was irgendwo Sinn macht, dass das passiert. Ich meine, das ist ja der Job der Exorzisten irgendwo. Und dass natürlich Medissa halt komplett ausrastet, ist auch verständlich. So ein Geopunkt mal mitgenommen. Bringt mir in der Stadt zwar insgesamt nicht so viel, aber wir können jetzt trotzdem surfen. So, einen Stern haben wir noch, bevor wir dann Gasthaus und Taverne betreten und dann der letzte Stern. フォルディス遺跡っていう清涼の施設があるの。キララウス火山から採掘された鉱石を運ぶ際の関所として使われているんだけど、ここだけの話、清涼は収容所としても使ってるらしいのよ。収容所？ゴーマを捕まえてるとか？まさか。ゴーマならすぐに殺しちゃうべきでしょ。捕まってるのは人間の罪人よ。ちょっと前に 人を殺して聖堂に立てこもった女の人がいたんだけど、その人が送られたんだって。なんでそんな遺跡に収容？さあ、すっごい罰でも与えられるんじゃない？聖霊ってそういうとこ容赦ないから。あ、今のは単なる噂で、聖霊の悪口じゃないからね。Ja, also meine Vermutung macht irgendwo Sinn. Deswegen wurde mit das auch eingesperrt. Hier haben wir die Ausrufezeichen, einmal die Sidequests und einmal ein neues Ausrufezeichen. Ist eigentlich egal, welches wir zuerst machen, wir machen eh beides. お笑い公演をやらせてもらいたいんじゃが、いいかな？構わんが、あまり目立たないようにな。清涼に目を付けられるぞ。爆笑コンビ魔女と少年に、それは無理な注文じゃな。魔女と少年、僕の出番？そうじゃ。 お主がボケで、わしがツッコミ。安心せえ。多少滑っても、お主が愛想を振りまけば、かわいい、かわいい、お受けじゃ。わしが書いた台本は覚えたの？うん、なんとか。さすがじゃな。じゃが、
真面目に台本をなぞるだけでは笑いの門は開かんぞ。お主なりのアドリブ、具体的にはこびこびなお愛さでお客の心をつかむのじゃ。できるかな、アドリブなんて。お主ならやれる。見つけるんじゃ、新しい自分を。具体的にはこびこびのこびを、うん、やってみる。よし、その息で本番じゃ。はい、どうもー、ラブリーコンビウィッチ&ボーイじゃよ、マギンブイ。新人だけど頑張っていくから、今日は顔と名前だけでも覚えていってください。僕が可愛い担当のフィーで、こっちのお邪魔な魔女がマギルーじゃよって。誰が邪魔な魔女じゃい。にゃあ、思わずモノマネをしてしまった。モノマネ？今のはただの猫の鳴き声じゃろ。うん、今のは近くにいる猫のマネ。にゃあ、いかん、滑った。じゃが今こそお会いそうじゃ。坊よ、こびこびの照れ笑いでピンチをチャンスに変えるんじゃ。今のはニャーっていう猫の鳴き声と近くのニャーをかけたシャレです。本当に近くにいる猫がそんな風に鳴くわけじゃなくて。解説を始めおった。血迷うなライフィゼット、ダジャレを説明してどうする。でもアドリブでお客さんの心をつかめって言ったでしょ。丁寧に説明したら分かってくれる人もいると思って。やめておくれ、今さら分かられてもこの場が余計悲しくなるだけじゃて。それでもいいよ、滑るのなんて怖くない。それより僕はお客さんとの絆を大事にしたいんだ。芸人としても人としても正しいことを。あ、念のために言っておくと、この台本を考えたのはマギルーで、僕は言わされてるだけだから。ガーン！お客との絆と引き換えにコンビの絆が引きちぎられた。もうお主様やっとれんわ。だいぶアドリブが飛び交ったが、どうだったじゃろ。一つ言えるのは、マギルの台本が悪いな。濡れ衣じゃ。Was eine tolle Sidequest。ゴーマどもに町が荒らされてからというもの、ノースガンドは不幸続きだ。寒冷化は進み、メイル潮は流氷で港は塞がれ、北の海を行き来する船はほとんどない。でも救援物資はちゃんと届いてるんでしょ。腹は満たせても心は満たせないのだ。え、この町を救いたいのならば、食料よりも金よりもテレサ様を送り込むべきだろうに。ああ、もう一度あの冷たい瞳に貫かれたい。厳しく叱責されたい。テレサ、マイラーン。テレサ様、こいつだけに物資が届かないようにはできないの。ああ、テレサ様、我が命はあなたのために。Mit dem Typen haben wir schon mal gesprochen, als wir hier waren. Das ist schon eine Weile her. Oh, in der Tat, ein neues Monster. Figal Eisspitzen. Okay. Ignizid der Affinität. Erhöht auf normaler Schwierigkeit oder höher die Beuterate des vom Charakter getragenen Ausrüstungstyps. Das klingt ja ziemlich nice. Figal Eisspitzen. Das wird wahrscheinlich hier direkt außerhalb sein, ne? Ziemlich cool. Okay, Gasthaus. Wir haben noch das hier mit den Puppen. Ach lol, das ist jetzt da unten. Katnixhafen. Ja, ist leider ein bisschen von uns entfernt, aber das hier haben wir noch. Figal-Eisspitzen, ja, da. Das ist direkt das Gebiet hier nach dem. Ziemlich nice. Das werden wir auf jeden Fall noch holen. Aber wahrscheinlich nicht mehr in dieser Folge. Ausrufezeichen war nur noch Gasthaus und dann nur noch der Stern. Und dann dürfen wir wahrscheinlich den Ort hier verlassen. この本は英雄王原稿録。王は言った。人よ、
たゆまず生きよ。世界に希望を、未来に希望を。断りを乱すのも人なら、超えるのも人。断りを超えて願い思う理想こそ人の力なり。人よ、臆せず生きよ。心に希望あり、明日に希望あり。断りを超えて願い思う。アルトリウス様、先代が残された文献をすべて解読しましたが、現在の状況で市中すべてと契約を結ぶのは不可能という結論に達しました。だろうな。先生すら二中との契約が限界だった。やはり五中目の力を使うしか方法はない。よろしいのですか。それにはなさねばならないことだ。俺は先生を裏切ってしまった。命を懸けて全てを託してくれた先生の信頼を。一時はその罪を抱えたまま生きようと思った、セリカと一緒に。だがセリカはもういない。はい。断りを乱すのも人なら、超えるのも人。断りを超えて願いを思う理想こそ人の力。俺は理想を成し遂げねばならないのだ。大切な人たちを救えなかった俺の手でこの世界を。アーサー兄さん。どうしたベルベット。今誰かと話してなかった。いや。そう、夕飯の準備できたよ。今晩はウリボアの肉たっぷりでもさっぱりシチュー。それは楽しみだ。急いで家に戻るとしよう。意味全部はわからないけど、なんかいい言葉だね。私にはよくわからないわ。難しくて。Das war wohl das letzte Ausrufezeichen für den Ort erstmal. Dann machen wir jetzt den letzten Stern. Na komm. Herabisamo, machinaka de goma bioga okurio ni nachimataka. Zuiben busone. Ashostano a chisana unanoko dattakara. Ogoto ni narumai ni shogun dekitana. Mundai wa goma ni natta musumio.母親がかばおうとしたことだ。それが人情ってもんだろう。今はそういう情を抑えなきゃならない時代なんだ。一人のわがままが大勢を危険にさらすんだぞ。おう。異常に気づいた男が清涼に通報したからよかったが、例の母親は逆上して通報者を殺しやがった。何でも通報したのは母親が再婚を考えていた相手だったそうだ。ゴーマになった娘は母親の再婚にひどく反対してたって言うから、皮肉すぎるオチだな。そんな、ま、自業自得だ。自分を抑えられない人間はゴーマより迷惑だぜ。ゴーマ化して大魔師に殺された娘ディアナと、そのことで聖霊を恨む母親メディサ、そして聖霊の収容所と言われる北のフォルディス遺跡。なんかモアナの時と似てるね。お母さんが娘を愛するのは当然ですよね。それが罪になるなんて。気になるのはメリサにかけられた適合者って言葉よ。ミーツに通じる人あらばフマのクーマは生え変わる。俺たちの古文書の解釈が正しければカノヌシの力に適合するって意味だろうな。つまり地脈点である北の遺跡に適合者のメディサを送りクーマにした。そう考えれば全部つながるの。しかも聖霊を恨むメディサとやらがクーマにされたなら好都合じゃな。ああ、こっちに協力してくれそうだ。少し話がうますぎる気もするが。確かにね。でもどの道行ってみなきゃ裏か表かわからない。
だな。フォルディス遺跡に向かうぞ。いやいや、裏目確定じゃろ。Ja, okay. Damit bestätigt sich so die Theorie ein bisschen. Also Medissa wird wahrscheinlich der Therion sein, den wir suchen. Beziehungsweise der Therion, den wir finden werden. Es passt jetzt allerdings ganz gut, dass wir hier die Folge beenden. Wir haben jetzt ein bisschen was erfahren, was uns in der nächsten Folge weiterhelfen wird und noch weiterbringen wird. Ich denke, wir werden uns in der nächsten Folge erstmal aber um das Alarmstufe Rotmonster kümmern. Und dann Richtung Ruin gehen, sofern wir das vom Spiel aus dürfen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und abonnieren nicht vergessen, würde mich sehr freuen. Ansonsten war es soweit von mir. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!